来ましたね。JC。はい。JK でもなく、はい、JD でもなく JC ですから。JC ですね。2017年の。はい。今年も入学生がね、JC たくさんいますけども、はい、そっちの JC ではなくて、はい、ミニ四駆の JC。ジャパンカップです。ジャパンカップが今年も開催 、はい、されたようです。ついに来ました。無事参加でございます。僕はね、はい、14、15、16、もう4回目です。4回目で、去年ほぼ出てないですけど。ああ、抽選でね。抽選で。僕は3回目です。長さん3回も出てる。で、伊沢さんも3回、4回。そうですね。はい。さあ、今年ですよ。もうね、疲れましたね、ジャパンカップ。いや、始まったばっかり。これからなのよ。疲れたよ、ね。これからですか。あの、動画見ていただいた方にはね、はいはい、あの、分かると思うんですけど、あの、間に合いません。間に合いませんでした、長田さん。はい、僕間に合ってません。そして会場に来て、はい、まあ、ちょっとね、スロープの関係とかいろいろこう、はい、ラボと違ったりして、はい、はい、さらに間に合わない状態で、てんやわんやです。てんやわんや。そして午後ね、はい、大雨が降るということで、はい、さらに間に合わない状態、絶望です。なんで僕はね、はい、暇つぶし用にクルリンを持ってきました、ね、ちょっと何ですかこれ。ちょっとね、クルリン、はい、ちょっとやってもらってもらって、はい、ちなみにどこのおもちゃですか。ね、うん、クルリントイ .com クルリントイ .com 自社のおもちゃです。はい、お願いします。おお、おお、できるんかいっていう ねありますけど、まあ、私はあの VS でございます。 VS、 はい、ただ名前はいつもの VS です。何なんですか、名前はいつもの。でもローフリーね、前ローフリー丸んですよ、丸、はい、純正空に入れてます。入れてます。これ調子がいいです、純正。そしてあれパワーダじゃなかったですか。パワーダ、はい、まあコースラボの思想でパワーダでいこうと思ったんですけども、うんうん、どうやら、コースが違うと、ちょっとノーマルのね、ちょっとスロープになったということになりまして、はい、10人の方にお伺いしたら、10人中10人、パワーダやめとけっていう、ご意見いただいたんで、人と違うことをやってこそミニ四駆やってね、俺は雑誌で読んだよ、そういうこと言ってる人いたよ。でブレーキもね、リアに貼って、はいはいはい、で僕もね、ちょっと今ちょうちんグラグラしてるんですけど、はい、どうですか。僕も一応、これ思いっきりマッハ入ってるんですけど、あら、チャレンジャーだね、うん、ちょっとこれはハイパーに買いまして、やっぱりもっと落としてもいいんじゃないか、うん、なるほど。で、リアはちょっとまだ後で貼りますけど、そうですね、ちょっとまだセッティングはね、まだやってないんですけど、ね、まあ、全然やってない。僕は MA、 お、MA ですね。 MA の MA の画と見えるかな、見える、大丈夫。ライトダッシュ、ライト、あ、ライトでやっぱ落としてね、はい、無難なやつで。伊沢さん、これ重い問題がいつもつきまとうじゃないですか、はい、大丈夫なんですか。これ一応大丈夫です、一応、うん、電池込みで180キロ。でも行ってるね、だいぶ。ということで、ということでちょっと景気づきに、はい、ジャパンカップ景気づきにちょっとなんか、ほら今後ほら、はい、抽選当たっていったらどんどんね、うん、出ていくわけですから、秋まで、はい、ちょっと景気づきになんか、はい、やっておきましょうよ。あら、じゃあ俺やっておきます。田中さんお願いします。じゃあ Y 字バランス。Y 字バランス。Y 字バランス。はい。バックショットいる？バックショット。はい、バックショットいきましょうか。大丈夫ですか？長さん何かあります？ジャパンカップね、今年景気づけに。あ、じゃあジャパンカップ祈願で、はい、こう運気上がるようにさ。運気上がるようなやついきますよ。はい。ナカバウア。見たことあるな。なんか。いや、去年。はい、去年やってたじゃん。景気つかなかったやつだよ、それ。リベンジで。リベンジ、ちょっとやめてください、長さん、それ。シャツいくら？1万6000円です。で、伊沢さん、どうします？景気づけ。なんかあります？ですか？景気づける。もう1個ありますけど。なんかあるんかい？あります。なんかお願いしていいですか？何ですか、それ。のグリボーの歩き方です。あら、ほら面白いやないかい。顔こっちですもんね。横スクロールのやつ。俺もできるじゃん、グリボー。マリオだからこっち行くとして、グリボーはこう来る。じゃあ僕はこう行った方がいいですか。当たっとるやないか。いや、踏めない。コース見ましょう。はい、はい、コースの模様どうぞ。35秒ぐらいが多かったです。なるほど。今これ早いですね。早いよ。伝統もこう、早いんじゃない？スロープ。ああ、うまい。うまい、うまい。
ババアとババアと SOS ババブーとエビエビですか。エビエビアバじゃない。スロープで思いっきり飛んだらこのニューエラーボードに見つかることもできる。E のとこにスロー当たると予選突破です。え E のとこに当たると予選突破。 E のとこに当たると予選突破。 E の真ん中の棒に引っかからない。大丈夫大丈夫、予選突破です。ということでね、土砂降りじゃねえか。見事な雨です。見事に降りました。あと2次予選以降がないということで。なくなりましたね。なのであの実質フリー走行。フリー走行。感謝祭です。感謝祭。ありがとうございます。感謝。いつもありがとうございます。ありがとうございます。富士通ポップを今超えていくが超えられなかったあのマシーン。もうこれ2人で行っちゃうしかないだろう。もう感謝祭ですよ。感謝祭。2人でやりましょう。もういけるでしょ、もう今日。でも、2時がないんで、2人でいきましょう。なんもないから。勝負だ、勝負。ラップやってるぞ。ラップやってるぞ。ポップじゃなかった富士通ポップ。また間違えたよ。でもマシンはちゃんと綺麗に入っていくよ。そして前のマシンを押し上げている。おいおい、ラップやってるぞ、これ。おいおいおい、お前は。水色のジャンパー、俺らはコースでジャンパー、雨でジャンパー着てないけどぬくもりだけは感じているぜ。マイメ対戦の模様どうぞ。おお、いいね。全然聞こねえわ。怖いって。あ、長さんどこ2番手。俺ですよ。オッケー。追いついちゃったらどうなるの。あ、追いついちゃったら追いついちゃったらどうなるのこれ。まずこれで4コースの方。はい。で、5コースの方、はい、そのまま行けば多分5コースですよね。ありがとうございます。すげえ。これ奇跡起きたわ。あ、マシン。ほら、ちょっと俺の方が早いんだよ。これありえる、これ。俺が早いの。なんで2人前。完全に僕いっちゃう。俺これ追走っていうか追いついちゃったんすよ。ダメ。結果の次は俺が1位なんだ。何俺が1位だ。それはマシン忘れちゃった。マシン忘れちゃったんすよ。いい走りですよ。高丸さんもいい走りですよ。やだ。あ、高丸さんお墨付き高丸さん存じております。5000円だ。めっちゃ高知してます。ということで、直接対決は僕が1位ということでした。はい、おい、後半に入ってきましたよ。今日は1でした。レジロードからお目玉キャンプでした。なぜなぜ2人とも1位だったの。なぜ俺より先に言うんじゃない。俺より先になぜするんじゃない。いくらのシャツ着てんだこれ。1万6000円。